平成23年4月11日、東日本大震災発生。日本は、かつてない危機に見舞われ、以後、数多くの社会問題を抱えることとなりました。極めて危険な原子力発電所を再稼働しなければ、本当に国民生活ができないのでしょうか。人類史上最悪の毒物、放射能の脅威にどう対処するのですか。国内のエネルギー不足の深刻化と、それに伴う産業経済の低迷、さらに国民生活への影響は。代替エネルギーや再生可能エネルギーの普及は進んでいるのでしょうか。今、日本社会に大きな変革の時が来ました。東北地方のみならず、日本全土の復興のために、特にエネルギー問題、それは政府や限られた科学者、技術者による開発努力だけでは解決しません。それには、国民一人一人の意識改革と、それに向かう数多くのアイデアが必要なのです。そのアイデアの一つとして、限られたエネルギーを皆で共有するという省エネプロジェクトが各地でスタート。さらに、エネルギーだけでなく、個々に各地で実施されていたプロジェクトそのものが全国的に共有され、大きな国民運動となりつつあります。これがクールシェア、ウォームシェアなのです。この、些細な取り組みこそ、日本や世界の危機を救う、アクションの一つなのかもしれません。